はいどうも、たけやきです。本日、たけやき賞、埼玉まで来ております。ということで、ね、なぜ埼玉まで来ているかというと、日本一豪華なネットカフェってどこにあるんかなと思ったら、埼玉の方に、あるということで、やってきました。何が日本一すごいのかというと、なんかね、今から行きたい場所が、イージーステイ大宮っていう、名前のネットカフェで、食べ放題がすごいみたいな。カレーも食べ放題、で、並んでこや。おー、早いね。いいスピードだ。なんかうちで猫を飼い出してから野良猫を見るたびにお前寒くないかって思っちゃうよね。たくましく生きろよって思っちゃうよね。で何がすごいのかってカレーがとりあえず食べ放題で、あとカップ麺も食べ放題らしいよ。すごくない？なんか本当に大人の秘密基地のようなネットカフェが、あるということで、本日そちらに泊まっていきたいと思います。まあ、なので本日の検証、日本一豪華な大人の秘密基地のネットカフェに泊まったら果たして疲れは癒されるのかどうか、やっていきたいと思います。まあ、豪華とは言え、まあ、ネットカフェやん。ビジネスホテルよりかは、まあ、ランク下みたいなイメージあるやんか。まあ、だからそんな、ビジネスホテルよりは、ランク下やけど、でも、豪華なネットカフェ。冷房の30度と、暖房の21度みたいな。結局冷房にしたいのか暖房にしたいのか、どっちが結局寒くて暑いのみたいな感じの、はい、検証でございます。それでは早速お店まで行ってみましょう。タケヤキ賞。あ、着いた、ここか。カプセルコミック。インターネット、あ、ここですね、入り口。イージーステイ、え、ちょっと待って、スパイダーマンだ。横浜中華街にもいっぱいおらんかったっけ。え、あれ定期的にさ、あのスパイダーマンのさ、銅像って言ったらいいんかな、あれあるよな、みんなも見かけたことあるやんな。著作権フリーな。なんなんあれ。マーベルからなんか無料配布されてんの。ほら見て、無料食べ飲み放題、豪華なネットカフェイージーステイです。とりあえずフリードリンクコーナーとカップ麺食べ放題とカレー食べ放題のコーナーがあるみたいです。俺は42番、とりあえず42番の寝床まで行きましょう。マジで秘密基地、雰囲気いいな。とりあえずパソコンがあって、で結構広くない？今までの行ってきたネカフェよりなんか横幅が広くて、なんか おしゃれやな雰囲気が。俺は下段と上段があるらしくて、上段の方です。下段の方が人気があるみたい。上の方が人気ありそうやのにね。兄弟とかやったらさ、2段ベッドやったら上の方がいいみたいなのあるやんか。あの理論で言ったら上の方がいい気すんねんけど、多分登るのがめんどくさいやろな。下の方が人気があるみたい。設備で言ったら、枕というか、まあ、ミニソファー、カバーミー、下から照らすタイプのおしゃれな照明、ミニ扇風機か、でハンガーとかヘッドホンとか、めっちゃ広いよ。このまま反対こうやって、全然まだほら雰囲気あるもん。だから多分めちゃくちゃ背高い人でも余裕で入ると思う。いや、誰が背高いか、誰もが背高いから、別にどこでも寝心地よく過ごせるや。関係ない関係ない。はあ、疲れた。いや、俺今日一人でさ、運転してきたんよ、大阪から。だから、正味の時間で言ったら7時間ぐらいかな。だから普通に運転好きとはいえど疲れましたわ。こういう時に気になるのがインターネットの速さじゃね。YouTuber ならなおね。ちょっと今からギガファイルせなあかんから、ギガファイルってわからんか。そういうことをせなあかんから、ちょっと作業していくわ。めちゃくちゃ早い。もうギガファイル作業終わった。で、俺はとりあえず朝まで寝れたらいいから、9時間1泊2000円のコースで入りました。ルールとして、カレーとかさ、カップ麺食べ放題って書いてたやんか。けど、客室内へのお持ち込みは禁止。だからここに持ってくのはあかんってこと。イートインスペースか、入り口付近のサイドテーブルで使って食べてくださいやって。で、ドリンクとかソフトクリームは可能。途中外出は自由。で、料金は自動更新制やから、まあ、俺が9時間で出られんかったら、勝手に12時間コース、15時間、なんか24時間って勝手にどんどん上がっていくみたいな。とりあえず、夜食食いに行くか。部屋に鍵は閉められへんみたいだね。ちょっと防犯性がちょっとそんなに怖いけど。
種類めっちゃ豊富やな。焼きそば、辛いラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメン、うどんもある、味噌汁、お茶漬けとかも食える。でここがカレー食べ放題ゾーン。というわけでここがフリースペースゾーンです。え、なんかめちゃめちゃこだわりのカレーっぽくてめっちゃうまそうじゃない。うまい。なんか普通のこういうとこってさ、レトルトっぽいっていうかさ、結構どこも味一緒やん。ココナッツがなんか決めてって書いてたから、なんかその風味がすごい。まあ具はぶっちゃけちょっと少ないけど味は美味しい。この2貫のカップ麺がすごいね。ダイエットを頑張ってる君に言いたい。深夜のねカフェで食うカレーとカップ麺、あのジョジョ園よりうまい。なんか今フローズンとソフトクリームが点検中やったから、ジュースは持ってき放題みたいなんで、ジュースもらいました。ああ、いやでもさ、入った時間が夜中の2時とかやったよね。俺マジでラスト一室でギリギリ入れた。で俺が入った後すぐになんか札かなんかかけられて、ネット会満室ですみたいになって、俺ここまで来てさ、大阪から埼玉まで来て満室ですって言われてよかった。全然満室なんだよな。超人気っぽいわ。いやーいやー、広っ。喫煙室とかもあるんか。2階にシャワールームがあるんやな。ということでシャワールーム9個。今までのネットカフェとかやったらさ、なんかシャワールーム使われてたら使われへんなみたいな。だいたい1個とかしかなかったけど、2個か3個、9個もある。から人おるなと思ったけど、全然入れるというか、ここはまんまなることないやろな。いつでも入れる。9個もあったら。じゃあちょっと髪の疲れを流してくる。共立美容外科、何見てんのよ。いや普通にめちゃくちゃいいシャワーやったわ。でそれじゃあ今日は寝たいと思います。おやすみなさい。でも食おうかな。アイスクリーム取ってきました。まあ普通に寝心地良かったかな。めちゃくちゃ寝れた気がする。全然体回復したよ。昨日の8時間運転回復しました。そろそろ出ます。いつの間にかもう朝の9時よ。てかさ、今回のこのネットが入っているのでさ、漫画なんか読むかなと思ったんよ。で、出て一発目に見に入ったやつ読むかなと思ったんよ。部屋から一発目の漫画が、今回ネットカフェイージーステイ大宮さん堪能しました。ちょっと待って、めっちゃ雪降ってんねんけど。あ、すごい、今日おしゃれな、なんかこうミュージックビデオの撮影みたいな、こうハハハハハみたいな。
マジか、とんでもない劇。ということで、まあ、今回ね日本一豪華なネットカフェということで、確かに食べ物充実してたし、カレーだけじゃなくてさ、なんか五目ご飯とかあったしさ、普通に味がまずうまかったっていうのと、ソフトクリームとかも食べ放題だったし、常に満室っていう理由が分かったわ。というわけで今回の検証結果、果たして日本一豪華なネットカフェはビジネスホテルよりもなんか疲れが取れるのかどうかっていうとこなんですけど、ビジネスホテルの方がいいよそりゃそりゃ所詮あのネットカフェのマットはマットやから、車中泊よりはいいけどみたいな感じかな。車中泊とビジネスホテルの間ぐらいのなんか疲れの取れ度かな。まあ多分人にもよるけどね、俺自身別にそんなめちゃくちゃ気になるタイプじゃないから、全然寝れるタイプやから、そういう雪がいい感じの、はい、ございました。吹雪いてきてる。まあでも、あの昨日ね8時間かけて運転してきたんですけど、まあ、こっから8時間かけて大阪に戻れるぐらいの回復はしました。まあ、それだけですごい寝心地は良かったんかもしれへんな。はい、頑張って帰ります。めちゃくちゃ寒い。事故らへんように気をつけて帰るわ。ちなみにあの今生産したんですけど、駐車場の2300円でした。俺あのネカフェ泊まったんが2000円やったから、そうですね、こいつのホテル代2300円。お料理高い。